華やかでございます。本当ですね、浴衣姿が大変お似合いでいらっしゃいます。どうぞどうぞ真ん中へお越しくださいませ。こんばんは、野宮真紀です。よろしくお願いいたします。野宮さん、はい、今日の渋谷いかがですか？すごいですねこんなにたくさんの方が集まっていただく、こんな渋谷今まで見たことなかったですよね本当ですね、もうあの渋谷が夏祭り一色です。はい、はい、そして今回はですね、なんとあの区長からご紹介いただきましたその曲をアレンジをして、はい、盆踊りバージョンにしたと、はい、そうなんです、はい、あの昨年末にあの長谷部区長から、渋谷の基本構想の歌を歌ってほしいという依頼を受けまして、それで夢見る渋谷、You Make 渋谷という曲を作って歌ったんですけれども、まあ、今回あの盆踊りバージョンにアレンジをして、より多くの皆さんに親しんでもらえたらなと思って作りました。あのユーメイク渋谷がですね、はい、盆踊りバージョンになって、区長最初に聞いてみていかがでしたか？何の違和感もなかったという感じであ興奮になるんだっていうことで、ストンと、そうですか、素晴らしいものができたなっていうふうに思いました。あ、そうですか、はい、あの盆踊りバージョンにするために何かあの心がけたことはあるんですか？そうですね、やっぱり曲本来のね、雰囲気は大事にしつつ、はい、やっぱり盆踊りということですから、はい、和のテイストをふんだんに盛り込んで、うん、もうお子さんからお年寄りまで親しんでいただけるような曲になったかなと思います、はい、それを今日は盆踊りバージョンの方を歌ってくださるということで、はいはい、よろしくお願いいたします。それでは曲の準備をお願いいたします、はい、さあ、それでは、はい、どうぞ。曲の準備をしている間に、はい、もう少しだけお話を伺いたいのですが、はい、もう振り付けの方はご覧になりましたよね、はい、区長、はい、ました、はい、いかがでしたか？花柳先生たちもですね、ちょっとモダンなあの振り付けにしていただいて、ちょっとジャンプしたりが入ってたりするんで、はい、何回かやると皆さんすぐ覚えて一緒に盛り上がれると思いますので、はい、ぜひ楽しんでいただければと思います。今日はですね、向こうに矢倉を組んでまして、はい、あちらの方で見本となる踊りを踊ってくださいますので、はい、皆さんすぐにでも入れますよね。そうですね、はいはい、見ていただいて輪に混じっていただけると、うん、いいかなと思います。はい、よろしくお願いいたします。それでは歌のスタンバイができたようですので、はい、お願いいたします。はい、今日は私たちがですね、一緒に皆さん踊りを覚えてお帰りいただきたいと思います。長谷部区長、本日お忙しい中ありがとうございます。ありがとうございます。それではご紹介させていただきましょう。夢見る渋谷、You Make 渋谷盆踊りバージョン、踊り手は花柳糸幸さんと渋谷区職員の皆さんです。夏